あの日の苦しみさん、ほ、ジェネレーションシステム今の童貞やな。第1回アンダーステイの主張というわけで、まあ、半大生といえばですね、はい、世間のイメージでは、まあ、ネクラだとか、まあ、陰キャが多いだとか、まあ、勉強がちょっとできるだけだとかね、まあ、そういうふうにね、言われる、ちょっと肩身の狭い生き物であるということが言われてるわけです。確かに、はい、今回はですね、そんな半大生の主張を聞こうと思いまして、私、なんと半大に行ってカメラをね、設置してまいりました。おぉそこで、はい、半大生にですね、自由にカメラの前で吐いてもらって、それをクイズにしてまいりました。なるほど、なるほど。はい、まあ、心の内と言っても広いのでですね、例えばですね、自分の夢だったりとか、過去に秘密にしていたことだったり、まあ、密かな野望とか、自分が日々思っていることを何でもいいから言ってくださいっていうふうに書いてあります。はい、では早速ね、メイクバスオブイズネクランチャードゥンドゥンドゥン。これなんかクレーンみたいな感じ。なんか楽しそう。鼻…え、嘘じゃないの？何が？え、だって鼻を知ってる？知ってるよ。知ってるよね。なんか、から…なんか、からっとけ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 。え、これ何でもいいの？さあ、なんかからっとこう。さあ、この後彼は何を語ったでしょうか。うわー、めっちゃ難しい、難しい。これ、むずすぎ、これ。むずすぎるな。はい、というわけで、じゃあ一人ずつ回答をオープン。キム君、どうぞ。はい、弾き方いいです。あー、いいそうですね。確かに。まあでも、これ1回戦とか電車まだあっちゃう。いや、1回だけ結構実験あるんですよ。俺の方が正解だけどね、実際。まあまあまあ、じゃあ見ましょうか。実際見ましょうか。ベンガーさん、僕はこの子ね、めっちゃ小皿アピするんじゃないかという予想を立てたんですよ。ああ、で、それで僕、このカメラおすすめしないというか。はい、じゃあすぐどうぞ。ナイス。でも、投資ないですよ。いや、今日の昼俺ハンバーグ食べますよ。おー、なんでもない自分のことを言うみたいなのあるもんね。そう、多分感謝で、多分ハンバーグ食って、で、通って食べる。はい、じゃあ答え発表しますか。答えは、こちら。え、これなんでもいいの？主張すればいいやん。はい、というわけで、答えは、いや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 、マダオと同じシャツを着た男子が来るでございました。こんなんさ、俺ちょっとこれはモヤットボールお前に投げたよ。これはだって、うん、で、背後から近づいてきたもう一人の、まあ、鼻の分身に気づいてやっぱ譲っちゃったっていう。あ、これでもさ、はい、ガチで奇跡っていうか、これお前が、これさ、お前が合わせに行ったんだよ、もしかして。いや、まだやる。はい、次はなんと女の子の登場です。じゃあ見てください、どうぞ。鼻を、鼻を、鼻を、あ、ほんまや。え、乗るんちゃん、これ答えたら YouTube に。何え、答えよ、答えよ、答えよ、ちゃんと呼んでるかな。もう見てる、ごっさい。何やろね、花尾さんか。えぇー、花尾さん、まだいる。はい、というわけで、この後ね、こちらの女の子、こちらの少女がね、はい、答えてくれた密かな野望があります。野望な、オッケー、野望。僕一応あれですかね、理学部の弟子は全員チェックしてますから。お、嘘でーす。お前そんなんできひんからここにいるんじゃないんか、お前。そういうことな。あ、さあ、それでは、はい、ティム君から回答どうぞ。はい、今月のバイト料10万越したい。いや、リアルすぎる。リアルすぎる。リアルすぎる。楽しんだりすぎた。いや、ちょっと待ってよ。はい、じゃあ、レンガさん。僕は、世界一周して、パスが小玉になったと言いたい。これ解説しますと、はい、まだまだ終わらない。バスコダガマっているじゃないですか。じゃあ、スン君どうぞ。ちょっと等身大からちょっと一歩、はいはい、踏んで、将来は年収800万ぐらいのハーフイケメンと結婚したいんですよね。ハーフイケメンってのはね、日本とどっかのハーフってこと。ああ、そういう感じです。ああ、なるほどね。100万ってのがね、また絶妙な、すごい。1000って言ったら金だけの女って思われるから200削ったかも。ああ、削った可能性あるね。回答オープン。密かな野望、お札に乗ること。私、お札に乗りたいです。なるほどね。スペイン語学科です。なかった、どうする。渋沢栄一になりたいっていうね、答えでございます。なるほど。
津田梅子でもない津田梅子でもないんや津田梅子だった気がしますけどね多分ね野望でした野望やったなーいやー阪南さんはねこういう大志を抱いてる人がいるっていうはい、問題ですサクッといきますもうサクッといきます次問題こちらどうぞベベンこれつけて出るか YouTube デビューです今まで隠してた秘密はなるほど、はい、ちょっとね陽キャっぽい男の子が来ましたよでも陸上部っぽいですもんねなんかまあ髪型とかフェンシングじゃんいや確かにじゃねえよ発表してください、はい、好きだった女の子にひどいあだ名つけて広めたの実は僕ですだから好きだったから逆になんかやっちゃったみたいなあ確かに、はい、確かに天川さんどうぞ僕は友達関係かなと思ったんで、はい友達に書いたエロ本みたいなものの付録だけ抜いて返した付録だけ抜いてありますねじゃあスン君どうぞ小学生の頃エロサイトで7万8000円取られたんですよおお。エロ系ね次の答えはこちら YouTube デビューする今まで隠してた秘密は最近血便が出ちゃいました血便くさわかるわけねえやんこれということで血便が出ちゃいましたということでねで自分彼にも一言言いたくて自分血便1週間放置しちゃったら1ヶ月入院しちゃったんでああ彼にはちゃんと病院に行って見てもらった方がいいってことだけは強く言いたいです経験者は語る何の経験なんそれ次女の子です女の子登場ですさあ来たこちらです、はい、どうぞえなんでマジこれ花尾って誰 YouTube 花尾やんかの有名な花尾やんかすごっ何そんな有名な私私アイアンかちなみにこの中で当てないといけない人がいますねぜひとも当ててほしい人がおおはいではじゃあジム君回答オープンはい私あのプッチンプリンプッチンせずに食べますあああります、これはこれはあるねこれはありますじゃあスン君どうぞはい私レモンに唐揚げかけないよねお前やないかそうですよねお前やないかじゃあ答えどうぞかの有名な花尾やんかすごっえ、そんなに有名な私、スンの隣で授業受けてますお前、なんでわからんのお前、当てろよほら、やっぱリバケやん当てろよ、お前この子リバケちゃうんじゃん、だからスンの授業お前私、スンの横で授業受けてます悲痛な叫びなんだだからお前この子から今度飛んでくるではいよってはいよって飛んでくるこれめっちゃおもろいこの回答おもろいけどなんでお前気づかへんはいじゃあ次のねいかつい感じのシルエットの子なんですけどついあこれねはいはい令和一発目隠してたことなんですけどはいなんと暴露系の令和一発目隠してたこと今期1ですねおー今期一のヤバさを誇ってます、ね、じゃあもうコンプラの壁取っ払っていいんすねえ、これマジあかんこと書いていいですかあかんこと書いていいっすこれめっちゃあかんこと書いてるから今じゃあキム君どうぞノイリンが夢に出てきて〇しましたお前それはいやでもありそう言ってそうきついなじゃあ、レンガさんどうぞ。で、僕は、彼女とやるときにコンドームの先にあえて空気入れて破って中出しを考えてそうだよね何でも言いそうやもんねじゃあスン君どうぞ彼女やるとき首輪とかつけてワンって言わせてるんですよね首輪つけてワンと言わすまあまあ彼女とやるときって全く一緒正解はこちらです、はい、飲んで、で朝になってで友達の家に帰ってくるときに階を間違えて友達の家3階だけど2階の家に入ってしまってで気づかずそのままおしっこをしてで、リビングに入ったところでとそのそこの住民がちょっとベッドの上でこう警棒みたいなのを持って誰ですか言われました以上ですそれ怖いな普通に怖いじゃあもう最後です問題はいはいじゃあ問題ですどうぞ花尾って書いてあるのあー映ってるでしょいやいやそんな恋愛エピソードめっちゃねおねだりめっちゃ恋愛エピソードあるやんなんやねんそれないわなんかはいなんか恋愛エピソードでも恋愛エピソードを言いそうやね流れとしては流れですねこの後に続くあーはいじゃあキム君はい回答発表どうぞなんか企画が陰キャあー痛い今めっちゃ傷ついた俺天狗さんどうぞ
これからエピソード作れるよう頑張りますみたいな。ああ、だから要は今までほとんどそんなんないよみたいな。ああ、じゃあすんくんどうぞ。彼氏と同棲してるとか、それ言っちゃうみたいな。みたいな。みたいな。みたいなっていうのがいいんじゃない。そういうとこがいいんじゃない。ませんだ。はい。はい。最後正解。それでは、最終問題正解発表。こちらでございます。恋愛エピソード。めっちゃね、俺だって。めっちゃ恋愛エピソードあるやん。ないやねそれ。ないわ。なんかカルトかと思った。ということで、まあ、ある意味カルトなんでね、僕はいいですよと。結論ね、犯罪は女子がちょっと強いという。ああ、そうですね。なるほど、確かに。うん、それがでも犯罪の男子陰キャを冗長してる可能性ない。確かに。それは。でも犯罪生は全員死に敷かれてるね、基本。そうですね。その可能性あるな。